こんばんは、ピヌさんです。クロノトリガーの続きやっていきます。よろしくお願いします。ということで、戻し作業をして、黒の夢直前まで来ましたが、とりあえず一旦ですね、時の最果てに行きたいなと思いまして、なんか敵の対策とかも考えないといけないなとかね。降りる。で、多分ね、おじさんがさ、賢者なんだよね。おや、あの元気のいいお兄ちゃんはどうしたね。そうか。大したことはできんが、この曲を送らせてもらうよ。題して、クロノリメンバー。私にできることがあれば力になってあげたいのだが、エイラたち時の賢者会いたい、探してる。時の賢者か。はてさて、聞いたことがある気もするが、その時の賢者に何用だね。何でもクロノを生き返らせることができるって話したが、あまり信用はできん話だな。あれ、クロノを生き返らせることができるって話は聞いてないような気がするな。どっかで聞くんだろうな。まあ話が進みましたね。死んだものを生き返らせる。今まで何人の人が望んだことだろうね。幸せですな、クオノさんは。こんなにも思ってくれる人たちがいる。はあ。そうか。それだけか。これ多分さ、関係ないと思うけど、ちょっと魔王を連れて、小屋に入ってみようか。ああ、変わってる見た目。ん？あのツンツン頭最近来ないな。こいつはまたどえらいやつ連れてきた。類いまれな命の力、俺こいつに教えることない。まあそうだよね。まあまあまあ、エイラは、なんだろう、連れて行きたい感じはするんだよな。で、魔王は強いんだけど、他との連携がちょっと微妙なんで、保留。マール、ルッカーちょっとなーっていう。あれ、思ったより話が進まんのだな。おーい。どうした？これを持っていきなさい。これ卵、エイラ食っていいか？これは、して、それはクロノトリガー。時の卵だ。その卵を返す方法は、あの時の翼を作った男に聞きな。時の翼を作った男、ジルバード。未来か。ただし、うまくいくとは限らない。だが、結果のために行動するわけではあるまい。行動するから結果がついてくる、そのはずじゃ。そいつを忘れんことじゃな。お前さんたちのクロノを思う気持ちがあれば、あるいは。そうか、お前か。え？ってことは、あんたが時の賢者は8種かい？ふふ。そう言われたこともあるような気もするよ。なんかこういう紳士になりたい。私。いいよね。物静かでずっと同じようにいるんだけど、なんかね、特に自己主張するわけでもないみたいなさ。こういう風になろうかな、頑張って。ヒゲ生やして。そう、遥か昔な。クロノトリガーを手に入れた。全然記憶ないな。これ何にするんだろうな。どうしよう、なんとなく、マールとかルッカ連れて行った方がいいような気がしない？あの、雰囲気的な問題で。ちょっと試しにさ、やってみようか。なんかこの三人の方がさ、クロノを蘇らせるにはいいよな。いいメンバーな気がするぞ。でも弱いな。あれが欲しいんだな。MP 消費が少ないやつ欲しいんだけど。
ちょっと弱いよな。まあダメだったら切り替えましょうか。でサーチスコープ、技はケアル持ってる。アイスが、まあルッカはまあ基本、まあそうね、攻撃なんだよな。未来か、シルバード。ああ、あとそうだね、現代とかに戻ってさ、封印された宝箱を探したいね。ああ、もう直じゃん多分ここだ。でもうこまめにセーブは入れていかないと、前回みたいな大変なことになるから。ああそうそう、監視者のドーム。ヌー、あれヌーいる。あ、ごめん、あのペットボトルが鳴った。今死の山は人を生き返らせる力を持っておる。ただしその力を引き出すには本当にその人が大切で必要でなくてはならない存在であること。それにはその人そっくりの人形が必要じゃ。ならば卵は帰るじゃろう。ドッペルの人形、ノルシュテイン・ベッケラーというマジシャンさえいればすぐに作ってしまうのにの。え、ベッケラーを知らないのか。あいつはお祭りが好きでの、そこに行けば会えるはずじゃが。現代か。え、現代。ああ、でもなんかドッペルゲンガーの館みたいなのは、あったよな。今回の実況では多分行ってないと思うんだけど、あれなんか未来もさ、うわぁ、あれ未来にもあるんじゃん。あ、そうなん。あ、そうなんだ。未来にもなんか封印された宝箱あるような気がするんだけど、ちょっと思い出せないんで。世界崩壊。まあ現代に行くか。現代は基本あの城とか森の中とか、あと町の宿屋とか村長の家とかにあったんで、ここに、あ、ここでダメか。この森にあるんだよな、封印されたやつな。それ取りに行くか。あと城にもあったような気がするな、一個ぐらい。なかったっけ。まあ、場所なんとなく分かってんだけど、一応念のため、探索ですね。お。敵強くなってるかな？弱いままかな？これは弱そうだな。スカラベイ。弱いね。でも技ポイント3くれるから、地味に稼ぐ分にはいいか。ここですね、この奥にあったはず。2個ぐらい。え、マジか。ってことは中世で来ないとダメか。マールディア様、心配しましたぞ、カンダー。しましたぞ、マールディア様。マールディマ、あはは、口が回んねえ。マールディア様のお気持ち、この大臣よくわかりますと、国王は何よりも国を大事になされるお方。そう、あなたの母君、アリーケ王子様が亡くなられた時も、母様が、いやいや、何でもありませぬ。話してよ。申し上げにくいのですが、もともと病弱だったアリーケ様の容体が急変した時です。最後に、一目言葉出てこない。一目国王にお会いしたいとおっしゃっていたアリーチェ様ですが、国王はなんと
国の仕事でお忙しいとはいえ、アリーチェ様のもとに来ず、幼いマールディア様が死ということもわからぬまま見守る中、アリーチェ様はお亡くなりになられたのですや。いやはやあれでは国王がアリーチェ様を殺したも同然。父上が母様を、おやおや、私としたことがお気にしませぬようにマールディア様。これなんかイベントあるな。さあ、せっかく戻られたのです。国王のもとへお立ち寄りください。ああ、これじゃあ、ルッカーも実家に戻ったらなんかありそうだな。これなんか一悶着あるね。一応ちょっと探すか。あれ、こんな綺麗だっけ？千年祭の祝賀パーティーの準備中だ。祝賀パーティーね。あ、そうか。中世には行ったことあるけど、現世では来たことないのか。女房院厨房。なんか余計なこと言ってたな。お？スーパーエーテル。え？なんか良さげなアイテム落ちてるぞ。鍵？この後に及んで鍵とな？入れないか。いやいやいや、マールディア様なんだけど、あんなこと言ってくるの。今日宝箱探しするか。弁護士のピエールです。ああ、大臣の様子がおかしい。大臣がまた魔物になってる可能性あり？このタイミングで？あれ？ああ、ここが刑務所につながってた。おお、マールディア。何しに戻った。この私に用などないはずだ。なんだその目は、お前が勝手に城を飛び出す顔だぞ。そうかと思えば、そんな卑劣な輩を城に入れるなぞ。金丼屋でも始めるつもりか。なんてこと言うの、私の友達に。そのようなものが友達とは、ガルディア王家のご先祖様に申し訳が立たぬわ。父上は私や母様よりも大事なのね、このガルディア王国が。母様、母様かな。何？母様を殺したのは父上よ。出て行け。二度と私の前に姿を現せない。言わなくったって来ないわ。お前とは親でも子でもない。勝手にするがいい。ふん。王ご立腹。キラリ。あ、大臣ちょっと目がキラリ。おお、なんということでしょう。大臣ダメだな。腹が黒い。あれ、なんかあったよな。封印された宝箱なかったっけ？てか、現代の城ちゃんと調べてないんだな。宝箱、ガリッガリ落ちてるもんね。あ、ね。あるある。ラストエリクサ、ラストエリクサ。わしは姫様の教育担当じゃ。いや、僕は姫様の体育担当だ。しつけ担当だ。結構サブイベ隠れてんのかもね。そんな感じするわ。まあ、このタイミングでいろいろ行ってみるのはありだな。世界崩壊の世界って、行ってなんかあんのかな？エリクサー。あった。レッドベスト。レッドベストとは。
あ、こっちか。いや、ないな。ネットベスト。あ、でも防具だ。火のダメージ2分の1。防御45。え、あった。あ、メットか。まあ、あるけど、あるけど、使えるかって言われると、やや微妙。今さらこの私に用などないはずだ。ダメだな、親父。こりゃ親父ご立腹ですわ。困ったね。じゃあ戻って、ルッカの実家行ってもいいし、あと、街を巡って宝箱開けようか、みたいなね。で、それ終わったら、お祭り会場行って、ドッペルか。で、まあ、しっかりやるんであれば、中世に行って、まあ、ガルディアの森で、宝箱開けてか。の実家行って、あれ渦あるな。実家でイベントある？お、いいとこに来た。タバンスーツを手に入れた。タバン様の大発明、ルッカ用の防具の完成さは大事に使いな。いや、結構あんな。タバンメットを手に入れた。あ、そうなん？これちょくちょく来るべきやったんだろうな。おう、ルッカ。はぁ、これでルッカ強くなるんだ。魔法病、魔法防御プラス10。タバンベスト、素早さプラス2、火の防御アップ。あぁ、タバンスーツの方がいいんだな。そうなんだ。ここにはない。あ、お母さんの。お母さんね。あれ、あそこ、どうやって行くんだろう。まあ、行っても何にもないけど。あ、これだ。いや、いいうちだけどね。ないですね。うん。ちょっと南の方の町を先に。町が、あ、ない。あった。町長の屋敷。まあゲロゲロだったけどね。あったあった。ありました。ブラックベスト、ホワイトベスト、ベストばっかりだ。あー、なるほどね。これもうちょっと早く来るべきだな、間違いなく。ちょっとタイミングが悪かったな。あんまり使えないな。民家。巻きがいて。
そう、宿屋とかにもあるよね。これ、渦の中入れたりすんのかな？ああ、ここにもあんじゃん。これ、ボッシュの。ああ、ボッシュ。はいはいはい。ないわ。ああ、これね。まあ、入るとかではないな。この辺か。民家。シルバーポイントね。町長の屋敷あったような気がする。あれ？行けた。ないわ。あれ、なんかあったような気すんだよな。どこだっけか。宿屋。あった。ああ。うん、あんまり今必要ではない。今のところ、感触としては。あら、いらっしゃい。クオノは元気？いやもう息子さんはお亡くなりになってしまいましたが、そんなこと言えず。はい、ね、宝箱大体見て回ったから、本題ですね。ドッペルゲンガーってどこだっけ？これか。16点。ああ、これだ。クオノのドッペル人形が欲しい。本人しかダメなんだが、今日は特別だ。40。ミスしても人形はあげよう。でもお金はもらうからね。ポイント稼いでこいって話だ。40か。あと？これずっとやってもな。これやってもな。まあ確実なんだけど。なんかもうちょっと効率のいいやつなかったっけ？言ってもまあ、今ので5ポイントくらいか。ちょっと、レース、あ、レース始まっちゃってるな。シルバーポイントなあ。あ、なんか戦いのやつあったろ。これじゃないな、反対だ。戦いのやつだったら一瞬で型がつくんじゃないか。15ポイント。一瞬だ。でももう一回。あ、一回出てか。よし、
これでドッペル小屋に行けば OK か。分身の真似をしろ。左手、右手、笑いびっくり。はい。一瞬すぎる。え、待って、お金が足りない。7000、もうちょっと、いや、40取られてやった。捕らえちゃったっぽいよな。なあ、でしょうね。お金、いや、そうな。もう初っ端からあれだもんな、その間違えちゃったもんな。笑いとびっくりを。びっくりが A で笑いが Y か。一応念のためあと2回戦いますか。まあね、もうセーブしておきたいような気もするけどな。また1回目でしくじったらどうしよう。ありえる、普通にありえるからな。怖いんだよな。さあ、お願いしますだ。だ、左手右手もなんだろうな。黒のが右手上げてるときにこっちが左手上げていいのかっていう、なんかミラーの感じで OK なのかどうかもちょっとあれだな、気になるんだけど。よし、これは大丈夫だ。あー、ちょっと、分かってんだけどな、分かってんだけど。ダメだなぁ。売るか何かを。エリクサー。デスフィンガーとかいらないか。あ、ラストエリクサー。結構売るもんないなぁ。言ってもなぁ。デスフィンガーは別に、売ってもいいと思う。トリケラプレートももう役割がない。まあ太鼓の剣ちょい微妙だな。1万5000円ぐらいでなんとかなりませんかね。あのミスな、ほんと集中力さえあれば全然いけると思うんだけど、ひどいわ、とても。
ゲーム実況でやっていいミスではないね。皆さん、シークバー飛ばしてください。すいません。また一応念のため、3回戦うか。でも割と、なんだろうな、猶予があったからゆっくり考えてから、ボタンを押してもいいのかもね。やるか。いやー、セーブしていきたい。まあでもセーブしたとてな、リセットすんのも同じくらいめんどくさいしな。もうちょっと緊張してきた。早い。早い。おお。ドッペルッタ。やったぜ。デスフィンガー売る必要なかったわ。あれ、お母さんいない。お母さん。あら、いらっしゃい。食うのは元気？ええ。元気にやっています。そう、あんまり元気すぎて、あなたたちに迷惑かけなきゃいいけど。クロノにも言っておいてね、あんまり迷惑かけるんじゃないよって。ジナおばさん。はい。おばさん、このクロノの人形を変えていきます。ええ、どうぞ。そうか。気をつけていってらっしゃい。んで、未来に行くんだね。いやー、だいぶ停滞したわ。世界崩壊行ったらどうなの？まあセーブしたからちょっと行ってみよう。世界崩壊ってマップを見て歩けるような感じないもんな。あ、そうかそうか。うん、思い出した。あいつがいるんだ。ラボスがいるから、そのまんま。多分あれ、ボス戦なんだよな。よしよし。わかったわかった。
死の山は人を生き返らせる力を持っておる。ただしその力を引き出すには本当にその人が大切で必要でなくてはならない存在であること。良いじゃろう。死の山がお前たちを受け入れる時が来たようじゃの。大切な仲間を生き返らせる最後のチャンスじゃ。私がこの物体に入力した本当に最後のプログラムはお前たちをあの山へ導くサポートなのじゃ。ちょっと下がってなさい。プログラム遂行開始。今旅立った3つの分身がお前たちを死の山から守ってくれるじゃろう。わしからのメッセージはこれで全てじゃ。最後にお願いしてもよいかな。この物体のプログラムもこれで終わりじゃ。こいつを休ませてやってくれ。電源スイッチはお腹についている。なんか悲しいね。なんで悲しいって思うんだろうな、人が死ぬと。悲しいって思っちゃうのは、まあ俺も理解ができるしよくわかるんだけど、なんでそういう感情を持っちゃうんだろうなっていうことね。死の山ってどこ？これ？違うな。死の山、未来にあんのかな？山？これなんだ？これなんだっけ？ジェノサイドーム。ちょっと待って、セーブしよう。なんか遊びかな？入れない。なんかあるな。死の山、これ違うじゃん。黒の夢、死の山死の山ってどこに？あ、ぽいぽいぽい、これじゃないですか。太陽神殿、太陽神殿。なんだこれ、なんか出てきた。いやなんか、戦いたくなかったんですけど、私全然そういうつもりなかったんですけど。回復するんだ。あ、これダメじゃん。なんか強いやつじゃん。そっか、ルッカが防御が強いからダメージ入んないけど。そうなんだ。ルートシャッフル。死の山なぁ。これちょっともう早くね、倒さえましょう。死んだ。あぶねえ。あぶねえっていうかもう死んじゃってんだけど。セーブしといてよかった。死の山よ。これジェノサイドームでしょ。あ、これか。いや、これさっきの太陽神殿。光の祠。
なんかいろいろあるんだけど、未来。何にもないわ。地図ないんだっけか、クロノトリガー。死の山。未来じゃないのか。あ、これか。あった。よかったよかった。じゃあ行こう。入れないか。あ、なるほど。あれ？ダメ？いや、ダメじゃないだろ。あいつをうまく、風の弱いうちに前へ進み、強くなったら木の陰に隠れる。あー。そういうことか。ちょっと待って、いけない。入ってた、入ってた。木の陰に入ってました。これちょっとしんどいじゃん。やることが。いやいやいや、ちょっとずれただけです。とりあえず真下にいれば大丈夫なんだな。ちょっとなんかクイックだな。待って、難しいぞ。なんかクイックだぜ、動きが。あれ、ダメだ。いや、ちょっと待って、なんか1ミリ、ワンドットぐらい俺がずれてんだよな、操作が。ね、ワンドットかな、なんか微妙だな。ここは大丈夫。大丈夫。え？お、いけた。あ？敵か。イーター 500？ あ、まあ倒せなくはないね。倒せなくはないが、ちょっとメンバーの選出があんま良くない気がする。ルッカの代わりにエイラ入れるか。マジックリング、マジックリングとか良さそうじゃない。魔力プラス6。
うん、ダブル井戸仕掛け。そんな技を。ん？いけない？なんかめんどくさそうな敵がいるな。結構食らったね。っていうかみんな寒そうだな。あ、洞窟があったのに。洞窟？洞窟なのかな。なんだこれ。ボスじゃん。プチラボス。腹が反撃？うわ、めんどくせ。やばいやばいやばい。嘘、やばい。これはあかん。終わったんじゃないかな。200じゃないな、500ぐらい回復したかった。死ぬ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 。眠り。いや、まずい。これは非常にまずい。ああ、終わったかな？終わってないな。いやー、でももう無理だな。勝てない。終わったー。さあ。プチラボス。今日なんか全然良くないな。まあこっからでしょ。まあロボとエイラに変えて、もう一回戻るか。プチラボスな。はい、戻ってきました。直前にセーブがあったんで今度からは大丈夫ですね。で、さっきね、多分口じゃなくて殻？殻に攻撃してると思うから、こうね、口に攻撃すればいいんだよ。いや、ちょっと待って、ロボの反撃怖いな。
立ち台。ヒール。いやー、すげえ怖いんだけど。なんか、ほんとさ、気を抜いたところで、気を抜いたところに反撃持ってる敵が多いから怖いわ。クロノトリガー眠り寝た。ああ、倒した、オッケー。はあ、120当たってすげえな。地獄投げ。ギガパワーアーム、すげえいいやつもらったんじゃない？ちょっと一旦セーブで戻ろう。ここにね、セーブがあったんで、助かりますね。復活してるとかないよね。ないね。さすがにね。え？あ、こっか。ん？ああ、びっくりした。技ポイントは結構もらえるようになったね。お、宝箱多い。ブレイブソード。ん？もっとびっくりした。あ、光ってるな。え、戻るの？戻れない？直で戻れないか。あー、復活してる。なんか一回倒した敵が復活すんのってなんだろうね。大変だね。レベル上げだと思うしかないよな。
技はあと？カエル落とし、いや、もうないんか。三人技ってないね。あんまり。三段キック。ああ、ロボはもうちょっとか。これって技ってさ、戦闘に出たキャラクターしか増えないんかな？もしかしたら、こんだけばらつきがあるってことは。こいつ何ちょこちょこいんのか。やだな。ああそうなんだ。間違ってからに攻撃したらやられちゃうもんね。単体で1000入る。マジ単体で1000。それはすげえ入るな。よし。ポイントの120でかすぎだろ。え？滑るから気をつけて、落ちたらもうさえるぞ。落ちた。え？戻されるってそんなに戻されんの？そう。なんか敵と戦いたくないな。滑る？普通に歩いていけるか。間違った。なんかダッシュしないといけないような気がするな。やっぱダッシュか。滑る。イライラ棒だね。くそ。
俺死の山超苦手なんだけど。もうめんどくさいな。敵の配置が超めんどくさい。なんか戻されるところがあんまり気持ちよくないね。心折ってくるね。ダッシュしないと多分、あれ？ダッシュしないとそうだね、進めないのかな。ああ。あ、いい感じじゃない？ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。今なんか掴んだじゃん。上からも落ちるんか、そりゃ落ちるか。今掴んだなぁ。もう一回同じ再現できっかなぁ。危ない危ない危ない。いった、抜けた抜けたけどなぁ、無限に出てくんだけど。あれ、よっしゃ。危ない危ない。セーブが欲しいぜ。今度何？抜け殻を押せば抜け殻を登れば。抜け殻？これ、奥に洞窟はないか。抜け殻？ああ、またこいつ。まあでも倒し方が分かったから倒せるけど大変だな、クオノトリガない。もっと、もうちょっとで死ぬんじゃないの？ああ、いったいった。エリクサーね、大事。ああ、抜け殻ってそういうことか。押せる？あ、押せるわ。押せるけど、こういうことか。あー、はい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 。忘れずの帽子、ロック帽子か。ロック、あー、ロックね。うん、技が出せなくなるやつか。え、これもう長女っぽいな。あ、ぽいぽい。
いやー、賭けだな。なんとなくこのメンバーの方がクオの復活にはいいと思うんだけど、ボス来たら死ぬ。ここが死の山の頂。お願い、私に力を貸して。夜に震えるすべての思いよ。闇に立ち向かうすべての生命。クオノ、ペンダントが共鳴している。砕けた。そんな、何のためにここまで。気を落とさないで。やはり人間の命までも取り返すなんてこと。返事をして私を置いていかないで。クロノー、黒い月？それとも日食かな？おー、ほう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 。みんな赤道のようだな。気味悪いぜ。クオノ、クロノトリガー時の卵。過ぎ去った時間の私たち、本当に戻ってこられたのね、この瞬間に。それじゃあドッペル君とすり替えて。クロノ、クロノだ、生きてるよね、クロノ。さあ急ぐわよ、みんな。ここはゾッとするな。さっさと引き上げようぜ。ああ、そういうことなんだ。クオノ、お帰り、クオノ。よかった、クオノ。みんな待ってたんだよ。もう遠く行っちゃダメだよ。クオノがいない間にね、いろんなことが起きたのよ。そしてそこでね、私が、ねえクオノ、聞いてるの？まだまだ全然話足りないんだから。え、これ一応まあ黒の戦闘変える3番手エイラかな。お、うまくいったようじゃな。いやいや、私は何もしとらんよ。ただきっかけを与えたいにすぎん。感謝なら仲間たちにするんじゃな。この兄ちゃんを思った仲間たちにな。あの時を渡る翼もお前さんたちを追ってここに来とるぞ。あれも心を持っているのかもな。お前さんたち、あのラボスと戦うつもりだな。そこのバケツのゲートに飛び込むか、時を渡る翼でラボスの日に行くか、あるいは時代をまたかり現れたあの黒く巨大なもの、あれもまたラボスを呼び起こさんとしておる。
力に頼り力に取り込まれた愚かな心じゃ、あの黒い悪夢に行けばラボスとも戦う羽目になるだろう。ラボスといつどこで戦うかはお前さんたち次第じゃ。じゃがくれぐれもお前さんたちだけでは戦わないことじゃ。おぼろげじゃがお前さんたちに力を貸してくれるものが見える。中世の時代、一人の女性の心によりよみがえる森。中世、森、中世の森。中世で生き延びておる魔王は以下の三悪の以下の魔王配下か、魔王配下の三悪の救う場所。中世、未来の時代、機械の生まれたふるさと。原始から未来、すべての時を股にかけ日の光を集め続ける石。中世で魔王に敗れ現代までさまよい続ける誇り高き騎士の魂。中世では幻と言われる虹色に輝くもの。中世ばっかり。自分の時代のことならお前さんたちの中にも知っているものがおるじゃろう。聞いてみてがいい。この星のあらゆる時代の人々、いや全ての生命の力を変えて戦うのじゃ。でなければ奴は倒せん。未来を変えるにはそれほどの大きなエネルギーが必要じゃ。この星の行く末、私はここでゆっくりと見分させてもらうよ。まあつまり一言で言えばレベル上げしようって話だと思うんだけど、よっしゃ。技はシャイニング最強魔法。これあれだな、一人一人やんないと出てこないんだな技が。運命の時へ。めっちゃ忠誠推しだったな。あれいっぱいあるわ。いや、あのクロノの夢に行くと、未来もなんか言ってたな。クロノの夢に行くとレベル上げがいいみたいな話は聞いたんだけど、ちょっと行ってみるか。てか現代来ちゃったか。まあいいか。でもボス戦待ってるよな言うてな。まあいいか。あーこれね、まあちょっと一回今日戦ってみて、まあ負けると思うんだけど、負けなかったらちょっと前に進んでみようか。そう、レベル上げにはいいよな、確かに。で、ここで、あ、そうね、女王ね。これ、どの時代も変わんないの？変わんないな、同じだ。これ2体なんだよな、言うてな。なんだっけ、なんでやられたんだっけ。なんかしんどい攻撃してきたんだよな、こいつら。サイド落とし違うな。279。カオティック、あ、混乱か。うわー、まずい。全員こんな。変えると、ちょっと待って、はい、回復して、こいつはく塗りつぶす。こいつ反撃がないよな。
ちょっと待って、今すごい頭使ってるな。どうだっけみたいな。連携もしたいが、混乱さえなんとかすればいけるか。いけそうな気がしてきた。乱れ木ダメで、シャボンタックル。危ない危ない。これってラスボスって総力戦だっけ？それとももう固定メンバーで OK だっけか。それで今後のレベル上げどうするか変わるな。こいつ死なない。もう固定メンバーで OK だったらもうこれで行ってもいいかなって感じはするな。だねよし。900か。どうしよう。前に進むか。レベル50ぐらいまで上げたいなってちょっと思ってんだよな。ちょっと待って。でも技他の人も覚えていって来てるよな。157、400、魔王400っていうのは分かりやすいから覚えておこう。英雄の盾。あ、反撃すんのか。20。ああ、ダメだ。そうなんだ。レベルは一応全員上がるような気がするんだけど、そうなんだ、ダメか。じゃあカエル下げて、まあ魔王でも入れとくか。まあレベル上げね。ブラックサイト。とりあえず技はね、全員覚えておいた方がいいだろうからな。ルッカとか回る大変だな。
で、魔王の装備か。割とね、マップはすっきりしてるから戦いやすいけど。デイブ。魔王強えな。デイブも強いな。あ、やばい。ああ、終わったな。死んだな。え、デイブ強えんだけど。ああ、やっば。逃げらんないかな。とりあえず一人やっておければ楽なんだけど。よしよしよし。まあ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 。混乱したー。混乱してるー。ちょっとこのパーティーは回復系が乏しすぎるな。どうしような。ちょっと待って、なんかあったろ、めっちゃ回復するやつ。まあハイポーションか。しんどいなぁ。混乱したぁ。よしよしよし。エリクサーめっちゃもらえる？これしんどいな。あ、使えないんだ。どうすっかな、パーティーな。やっぱりカエル入れて。あー、セーブポイントもあるし。ブラックサイトは倒せるでしょ？ガリッガリにあげちゃうか、次回の動画までに。ちょっと敵強いもんな、これだと。ああ、死んだ。
はなんか太刀打ちできんな。おー、すげえ強え。いや、強いな、なんか。あー、三人技、初めてゲットしたな。今後の進め方どうする？そう、全員、まあそうなんだ、技を覚えさせないとな。ちょっと考える。はい、今日ここで終わりにして、もしかしたら次回までにレベル50ぐらいまで全員上げてるかもしれない。うん、それ気にしないでください。なるべくサクサク進みたいなって思ったんだけど、なんだ、雑魚戦だけ見てももうちょっと辛いなって思ってるんで、はい、もうちょっとレベルは上げたいですね。ということで、この辺で今日は終わります。ご視聴ありがとうございました。